ジョルジェ・コラソ作のタイルによるパネル、ALA ドス・ナモロードス。アルジュバロータの戦いを描写したモノ・アズレージョは、ポルトガル・スペインで生産される、典型的な上薬をかけて焼かれたタイル。途絶えることなしに5世紀もの間生産され続け、ポルトガル文化の典型的な要素となった。ポルトガルへ行けば、どこでも、アズレージョは、教会、宮殿、一般の家の内や、外、鉄道駅や、 地下鉄駅でさえも見られる。アズレイジョは壁や床、天井でさえも使われるように、ポルトガル建築の多くで主要な要素となっている。装飾用に使用されるのみでなく、一般の家の室温管理のような特別な機能能力を持つ。アズレイジョの多くは、ポルトガル市の歴史的、文化的要素を記録しているのである。アズレイジョで飾られた、 伝統的なアンダルシア地方の家この芸術はスペインを経由してムーア人からポルトガルにもたらされた。ムーア人らはペルシャ人から工芸を習得した。アズレイジョという言葉はアラビア語のに由来する。放浪で覆われた素焼きであるゼリージュという言葉は磨かれた石を意味する。この発祥は多くのタイルにおいて紛れもなくアラビアの影響を受けていることを表す。組み合う曲線。 気化学的であったり花のモチーフを使用することなどである。セビーリャはヒスパノイコールモレスクやキタイル産業の主要産地となり、クエルダセカとクエンカという古い技術が用いられた。シントラ宮殿にあるクエンカタイル15世紀の初期のアズレージョは一連にして乾かしたタイルとムーアン伝承のアザレホスアリカタドスであった。これらは1503年に セビーリアを訪問したポルトガル王マヌエル一世が帰国してからセビーリアから輸入したものである。これらは単色の上薬をかけられ、気化学的な模様で装飾されていた。壁に貼られたり、床に敷き詰めたりされた。シントラ宮殿にあるアラブ風の間が特に知られている。ポルトガル人たちはムーア人のホラー爆衣の伝統を引き継ぎ、壁をアズレージョで完全に覆い隠した。アズレージョは15世紀 16世紀ヒスパノモーリスコス風アズレージョの秀逸なコレクションはポルトガルの街ベージャにあるレーニャドニャレオーノール博物館で見ることができる。1415年にポルトガルがセウタを攻略した後彼らはアズレージョ技術を自分たちで伝えるようになった。しかし16世紀半ばまではポルトガル人は輸入された外国産タイルに頼っていた。ほとんどは スペインさんだが、アントウェルペンさん、イタリアさんのものも、わずかにあった。スペイン、フランドル、イタリアから投稿らが16世紀初頭に、ポルトガルへやってきて、ポルトガル国内に工房ができ、彼らは、ルネサンス期に発祥したマヨリカ焼き技術を持ち込んだ。この技術で、多くの芸術家たちが、構図の上で、比喩的テーマを数多く表すことが可能になった。マルサル・デマトス、 スザンナと長老たち16世紀の古いポルトガル人親方の一人はマルサルデ・マトスでバルカリュア帝のスザンナと長老たちを作り羊飼いの数形も作った。リスボンのサンロッケ会内にあるセイロクスの奇跡は1584年にできたポルトガルでの初めてのアズレージョを組み合わせた構成図であった。それはフランシスコ・デ・マトスの作である。 どちらもイタリアとフランドルから入ってきたルネサンスとマニエリスムの絵がエングレービングに触発されて作られたボウゼラのマトリスでカンブラ教会ファサードの色とりどりのアズレージョこれはセラミックスの歴史において際立った反響であったルネサンス様式の多彩式の上薬をかけたタイル、後にマニエリスム様式のタイルなどがこの頃の代表作であるアズレージョのほとんどに グ話ワやギリ写真は、聖書の一場面、聖人の生涯や、狩猟風景などが描かれた。サン家ッ教会には、セビーリアの工房の様式であるダイヤモンドを四隅に、打ったアズレージョが見られる。これら怪奇な表現を含む、グロテスク装飾は、18世紀最後までしばしば、用いられた。16世紀後半、色とりどりのアズレージョは、教会、修道院などの表面台部分で装飾として、 使用された。斜め対角にある白色タイルは青い角タイルと狭い横縞タイルで囲まれている。すぐ後に、これらの白い単色タイルは多彩色タイルにとって変わられた。これはしばしば複雑な構造に使われた。対角タイルが水平多彩色タイルの反復模様にとって変わった時、一方は違ったモチーフのある新たなデザインを手に入れることができた。バラツバキを描いた。 マニエリスム装飾が組み合わせたものである。奉納品は常に、キリストや、聖人の生涯からその一場面を描写していた。彼らはこれらを絨毯構図と呼んだ。絨毯構図は17世紀の間大量に生産され、精巧なフリーズと縁取りで構成されていた。秀逸な例は、エボラのサルバドール修道院、オブルデモンテ・アグラソのサン・キンティの修道院、クーバのサン・ビセンテ修道院。 コインブラの大学礼拝堂である、祭壇正面のアンテペンディアを装飾するのに、貴重な祭壇符のデザインを真似たアズレージョを使うのは、ポルトガルでは、ありふれたことであった。ついたては一つ、もしくは二つか三つの部分で作られていた。これらは16世紀、17世紀、18世紀、17世紀のいくつかのアンテペンディアは、オリエントの織物の模様を真似たものである。祭壇の金の飾りは、 彩色縁取りタイルの黄色いモチーフによって真似られた。優れた例は、リスボンのサンタマルダ病院、アルモステル教会、ブサコ修道院の中で見ることができる。同じ頃、フリーズにおいて、別のモチーフが導入された。鳥、イルカ、赤ん坊が横面にある花瓶で、アルバラデスアルバラデスと呼ばれた。これらはおそらく、ヤンブリューゲルのような、 カビンを描いたフランドル絵画から触発されたものとされる。これらは17世紀の間は洒落た存在であったが、18世紀には反復的なモジュールにおいて使用された。その他のアズレージョ構図はイブス・イー・ラ・マージェンスである。これは1650年から1680年の間に流行となった。インドから輸入されたプリントの単物にある衣装から影響されたものである。 ヒンドゥー教の象徴や、花、動物や鳥が表される。17世紀初頭、スペイン人芸術家、ガブリエルデル・バルコイ・ミヌスカは、デルフトから、デルフト焼きをもたらした。アムステルダムにある、ヤンファン・ウォールトの工房とビレム・ファンデル・クロートの工房は、裕福な、ポルトガル人顧客のため、歴史的な光景を表した巨大タイルついた手を、作った。しかし、ペドロ2世は、 1687年から1698年のアイダーズレージョ輸入を停止し、ガブリエルデル・バルコ工房が生産で変わって優勢になった。オランダからの最後の生産品は1715年に届けられた。すぐに地元で作られた大きな制白の造形的タイルがアカデミックな修練を積んだポルトガル芸術家によりデザインされ、流行が優勢となり、 反復模様と抽象的装飾というかつての趣向は地位を奪われた。ファンデル・クロートによるアズレージョ、ナザレののしサせにオーラだ。ナザレ教会の交差牢17世紀後半から18世紀初頭は巨匠の時代と言われるアズレージョの黄金時代となった。国内で高まる需要のみならず海外植民地、ブラジルでも多くの需要があったため大量生産が開始された。 大規模な一点物の,の注文は繰り返しパターンを用いた安価なタイルにとって変わられた。教会、修道院、宮殿に加えて、住宅でも内壁、外壁はアズレージョで覆われ、その多くは華やかなバロック。こうした18世紀初頭に活躍した作家には、アントーニオ・ペレーラ、マヌエル・ドス・サントス、アントニオ・デ・オリベーラ・ベルナルデスの工房、そしてその息子ポリカルッポなどがいる。 さらにメストレ PMP という頭文字のみで知られる作家とその共同制作者テオトーニオドス・サントス、バレンティム・デ・アルメーダ、バルトロメ・ワンツネスとその弟子、ニコラウデ、フレータスラも同様である。彼らの活動はジョアン五世時代に重なるため、この時代の様式はジョアニネ様式と呼ばれた。ケルス宮殿にあるロココ様式のアズレージョこの頃に最初の 応接人物像と呼ばれる図案がメストレ PMP によって考案され、18世紀から19世紀にかけて生産されることとなった。これは、等身大の人物を題材として背景から切り抜かれたように造形されたアズレージョのパネルで、通常は宮殿の玄関、パティオや階段の踊り場などに設置された、訪問者を歓待するためのもので、ポルトガルでのみ見られるものである。 1740年代には、ポルトガル社会の思考が変化し、物語を描く、大きなパネルではなく、ロココ調の、より小さく繊細ものが好まれるようになった。こうしたパネルの主題は、フランスの画家アントワーヌ・ワトーの作品のような優美で、牧歌的なものであった。リスボン・カルニデチックのメスキテラ皇帝のファサードと庭園、そして、ケルス宮殿の高齢度をダズ・マングスに優れた例を見る。 ことができる。大量生産されたタイルではより確一的な図案が用いられ多彩式の不規則な貝型モチーフが主流となった。1755年のリスボン王子震後のリスボン復興事業は装飾よりも実用的なものとしてアズレージョを用いるきっかけとなった。こうした簡素で機能重視のスタイルはリスボン復興を指揮したポンバルコーセバスティアンデメロにちなんで ポンバル様式として知られるようになった。また宗教的な主題を描いた小さなアズレージョのパネルが最悪よけのお守りとして建物に取り付けられるようになった。そうした流行の反動としてよりニューアナ色調による簡素でさらに繊細な新古典主義的な図案が現れてきた。こうした主題はロバートとジェームズのアダム兄弟の版画を通じてポルトガルに紹介されたものである。 工房レアルファーブリカでローサドラとは、図案家のセバスティアン・イナー・シオである名だと、画家フランシスコ・デ・パウラエ・オリベーラを用し、ラトタイルと呼ばれるこの時期の重要な作り手となった。この頃の重要なタイル画家としては、他に、フランシスコ・ジョルジェ・ダ・コスタがいる。19世紀前半、装飾タイルの生産は不振であった。まずは、ナポレオン軍の侵略すなわち半島戦争。 後に社会と経済の変革が起こったためである。1840年頃、ブラジルからの移民がポルトで産業化されたタイル生産を始め、ポルトガル人たちはアズレージョで自宅のファサードを飾る、ブラジルの様式を取り入れた。これらの工場が単色、または二色の高品質の浮き彫りタイルを生産している間に、リスボンの工場は別の手法を用い始めた。それは、 青白地に家を転写する手法、すなわち多彩式アズレージョであった。1890年代、リスボンの工場は、クリーム食陶器の余白を用いた、別の転写法を始めた。これらの産業化された手法が、簡素で様式化されたデザインを生み出した一方で、マヌエル・ジョア・キンデ・ジェズースやことに、ルイス・フェレーラの用いた手塗りタイル芸術は捨てれなかった。ルイス・フェレーラは、リスボンのタイル工場、 ビューバラアメーゴの工場長で、この工場のファサード全体を空話的一場面で覆った。彼はトロンプルイユ技術を用い、花瓶、樹木、空話的人物を描いたフェルエラダスタブレタスとして知られるパネルの作者である。これらの手塗りタイルパネルは、19世紀後期の折衷主義ロマン文化の優れた実例である。ポルトの店頭にあるアール・ヌーボーのアズレージを新しい世紀に入り、 アール・ヌーボーのアズレージョが、ラファエル・ボルダロ・ピニエイロ、ジューリオ・セイサル・ダ・シルバ、ジョゼ・アントーニオ・ジョルジェ・ピントラ・芸術からにより始まった。1885年、ピニエイロは、カルダス・ダ・ライーニアにセラミックス工場を設立。そこで彼はこの都市を有名にした多くの陶器デザインを創造した。この工場に、彼は、自身の創造力あふれる作品を収めた、サン・ラファエル博物館を作った。 特に、装飾皿と風刺の効いた石像で知られる。1930年代頃、アールデコのアズレージョは、その様式第一の芸術家、アントーニオコスタを生み出した。2万枚のアズレージョからなる、記念碑的装飾は、ポルト市のサンベント駅構内連動にある。作者は、ジョルジェ・コラソで、ロマン主義の絵はがきのごとく、歴史的主題を物語っている。 これは20世紀のアズレージョで最も著名な創作の一つである。サント・イルデフォンソ教会のファサードは、コラソの芸術的職人芸を表している。この時代のその他の芸術家は、マーリオ・ブランコ、シルベストル・シルベストリ、エドアルド・レーテである。同時代を経営した芸術家には、ジョルジェ・ニ・ショルソン・モーレバル、マリア・ケールは1957年から25年以上。 リスボン地下鉄の19の駅に巨大な抽象芸術パネルをデザインした。これらの作品から彼女はいくらか衰退していたアズレージョ芸術の復興と修正において活発な存在となった。インテンデンテーの彼女の装飾は現代タイル芸術の傑作とされている。1988年、更新の同世代芸術家は新設の地下鉄、駅装飾を委託された。 ジューリオ・ポマル、マリア・エレナビエラ・ダ・シルバ、ロランド・サノ・ゲーラ、マヌエル・カルガレーロ・ラである。国立アズレージョ博物館は、リスボンにある、世界最大のポルトガルダイルのコレクションを所有する場所である。セウタ攻略時のエンリケ公開王子級、ポルトガル領でのアズレージョの使用例。ありがとうございます。